沢川は山口県中部を流れる沢川水系の本流で一級河川である。沢川とも呼ばれる。沢川下流の長房沢川は山口県の中央部をほぼ南流する川。島根県境に位置する須を山地の山が峰に発して大原湖を経てさらに南流し、中国自動車道と交差してからは南西流に転じ、豊富市街北西部をよぎったの地巣を灘に注いでいる。 流域の地方公共団体は、豊富市、山口市、周南市。沢川の名の由来は、諸説がある。毎年3月頃は、アマゴ釣りが、6月頃に、アユ釣りが解禁され、大勢の釣り人で賑わう。また、ヤマメ、オイカワ、麦つく、砂やつめ、赤座、オヤニラミなどの生息も確認されているほか、川口付近では4月頃からは、アサリや、 ハマグリなどの潮干狩りも行える。初夏には、源氏ボタルの姿を見ることもでき、毎年6月前後に、豊富市内の河川敷にあるホタル広場で、沢川ホタルの夕べというイベントが催される。山口市徳寺船寺に現存する、石水跡古来より沢川は何度も洪水を起こしており、長元が木材運搬のために百十八箇所築いたとされる、石水も、ほとんどが、 洪水被害により失われている。近代で特に大きな被害を出した洪水としては、国土交通省の沢川水系河川整備基本方針が、1918年7月の台風により各地で堤防が決壊して3451個が浸水した洪水と、1951年7月に梅雨前線により堤防17箇所が決壊して、 浸水家屋3397戸に及んだ洪水を挙げている。ただし、1972年昭和47年7月豪雨災害以降は、河川氾濫による浸水被害は出ていない。かつて防石鉄道が、甲府駅、堀駅で並行していたが、1964年に廃止された。その他、沢川と交差している山陽自動車道には、 沢川サービスエリアが建設されている。沢川はテレビコマーシャルのロケ地として使われることがある。いずれも過去に放送されたもので現在は放送されていない。ありがとうございます。